アロハー !YouTube! 愛知県でジクラス専門店マルゲンの店長をやっているジクラス YouTuber のりょじちゃんです。はい。えー、りょチャンネルではですね、ジクラスの情報を日々配信しております。今、ジクラスに乗られている方や、これからジクラスに乗ろうと検討されている方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい。 えー、で、えー、今日のですね、動画ご視聴していただけましたら、あの、ぜひ、高評価ボタン、低評価ボタン、えー、どちらでもいいので、押していただけたらと思います。はい。えー、まあ、よかったなと思っていただければ、高評価、あの、押していただきたいですし、あの、いまいちだなと思えば、あのー、低評価の方ですね、えー、押していただいて、はい。まあ、あの、どちらにしても、あのー、今後のですね、動画作りの参考に、えー、させていただいておりますので、はい。ぜひ、よろしくお願いします。はい。 で今ですねこの「旅籍チャンネル」に出演してもいいよっていう視聴者さんの方ですね大募集しておりますはいえーまあ内容としましてはえー、まあお店の方にですねお越していただいて、まあ、僕と G クラスについて、えーまあ、何か楽しくワイワイそんな風に話していて いけたらいいなという風に思ってます。のと、えー、あとですね。まあ、これ、実際にこの僕の g クラス乗ったりとかえー、まあ、お店にある g クラスを使ってですね。まあ、g クラスにこう乗りながら。 えー、まあ、社内でですね、まあ、その G クラスについて、えー、また話したりとか、まあ、視聴者さんの中でも、結構あの G クラス乗られていらっしゃる方も大勢いらっしゃると思うので、まあ、その視聴者さんのですね G クラスに、まあ、乗りながら、えーまあ、ドライブしながらですね、えーその、話す、話している、そんな風景をですね、えー、ぜひこ,うこの「旅路チャンネル」で。 えー、ご紹介の方をしていけたらいいなというふうに、えー、思っておりますので、はいえー、ぜひですねあのこれから G クラス購入検討される方とかそういった方に向けてですね、まああのー、見ていただきたいそんな、えー、内容にしたいなというふうに思いますのでぜひあの参加してもいいよって思われる方いらっしゃいましたら、えーまあ、この YouTube のコメント欄からコメントいただいて。 でも大丈夫ですし、あの SNS の方ですねで、あの DM、えー、送っていただければと、えー、思いますので、はい、ぜひ、えー、よろしくお願いします。はい、えー、ということで今日の動画なんですけれども、はい、えー、まあ最近ですね、やっぱりすごい気温がこう上がってきてて、えー、すごい暑いなという風にやっぱ思います。まあ外日中外で洗車してたりするとですね、まあ、本当にこう汗が もうで出る感じで、えー、まあ、かなりこう、夏が、あ、もう、もう近いなーっていうのをすごい感じているんですけれども、えー、まあ、夏場ですね、えー、まあ、車にとっても、やっぱりダメージをどうしても食らってしまう、えー、そんな季節になってきます。はい。 で、まあ、夏といえばやっぱりあのこの故障がダントツで多いんですけれども、ず、え、ば、ー、りエアコン関係ですね。はいエアコン関係の故障っていうので、えー、まあ輸入者全般でこうエアコン関係壊れるケースって多いんですけれども、えー、まあ G クラスも例外ではなくですね、えー、エアコン まあ年数が経ってたりするとですね、えー、まあその故障のリスクっていう壊れることもえあるんですけれども、えー、今日はですねそのエアコンの故障についてちょっとあのお話ししたいと思いますので早速行ってみましょう はい、えー、ということで、えー、エアコンの故障ということでですね、えー、まあ、話していくいこうと思うんですけどまあこのーえー 暑い時にです、ね、まあエアコンが効かないっていうのはほ本当に悲劇だことと、えー、僕は思っていてやっぱりあの僕自身がすごいやっぱ暑がりなので、えー、まあ夏場エアコンが効かないのは本当に、えー、たまらんく苦痛にこう感じる、えー、タイプなので <laughs> まあそのエアコンの故障はですね結構やっぱりあのー、重要視というか。 えー、僕自身もこうしてる部分なんですけどであのー、エアコンの故障っていうのがまあ簡単に言うと冷たい風が出ないっていうことですねはいまあ通常の、えー、通常は冷たい風が出るんだけどそれが、えー、冷たい風が出ないっていうことでまあその原因ですね原因もまあこれ一概にこうっていうのがなくてですねいろんな原因が考えられます はいでえー、まず第1番目に疑わしいというか、まあ、よくある故障っていうのが、えー、エアコンのコンプレッサーの故障による、えー、その冷たい風が出ないっていうところですね。はい、まあ、えー、エアコンのコンプレッサーがですね、まあ、このガスをこう圧縮してあげてで、まあ、それであの冷たい。 風にこう、冷たい風に変えるというか、まあ冷たい、えー、くしてくれる、そういう部品なんですけれども、まあそこが、えー、故障したことによって冷たくならないっていうのが、まあ結構多い、えー、故障原因の一つかなというふうに思います。はい。で、まあこのエアコンのコンプレッサーですね、これ、 えー、大体やっぱりもう10年ぐらいですね。新車から10年ぐらい経ってくると、えー、壊れる部品と、えー、思ってもらえばいいのかなというふうに思います。はい。で、これですね。G クラスに関して言うと、えー、大体の年式で、えー、社外の、社外品が出てます。はい。なので、えー、純正品で買えるより、えー まあ半額まではいかないですけれどもえ8掛けぐらいとかえ大体それぐらいでえ費用は抑えることができるんでえまあその低価というかその純正品と比べるとえ安く修理が部品交換ができるっていうそういうえ風にして修理してあげるといいのかなというふうに思います。 はい。で、えー、次に多いのが、えー、エアコンのガス漏れですね。はい。エアコンのガス漏れ、えー、まあ、ガスが抜けちゃってないことによって、まあ、冷たい風が出ないっていう。はい。エアコンのガス漏れも結構あってですね。で、このガス漏れにも種類があります。えー、まあ、 こうボンネットを開けてですね、まあそのエンジンルームに、えー、そのエアコンの機構っていうのももちろんありますし、エンジンルームだけではなくですね、あの、室内側の方にも、えー、そのグローブボックス、あグローブえ、ダッシュボードの方ですね、ダッシュボードの奥側にも、えー、このエアコンの機構っていうのが、えー、入ってますので、まあその一概にですね、ガス漏れじゃどこ、どこかガス漏れしやすいかっていうのもないんですけれども、えー ガス漏れにもやっぱ種類があって、まあそのエアコン機構の部品からですね、えー、ガスが漏れちゃうこともありますし、まあそんだけホースとか、えー、パッキン類、えー、使ってるんで、まあそのあたりから漏れちゃうことがあるということなんですけど、えー、まずその部品から漏れちゃう場合ですね、まあ例えばエアコンのコンデンサーとか、えー、エアコンドライヤー、 ドライヤーからですね、えー、漏れちゃうっていう場合は、えー、ここはまあ部品の交換をしてあげないと、えー、いけないですね。で、ただこれもコンデンサーも大体いいドライヤーも大体これも社外品が、えー、出てますので、これも先ほど同様ですね、その純正品と比べるとこう費用を抑えた修理ができるという、そういう、えーまあ、メリットというか、そういう修理の仕方があります。だいたい 今、まあ、新型の G クラスでそのエアコンが壊れるってことはないので、まあ、その旧型の方のですね、G クラスに関して言うと、まあ、大体どの年式、どのグレードもそういう社外品がですね、出てますので、はい。なので、まあ、そういう感じで修理してあげれば、あの、なるべく費用を抑えれるっていうところになります。で、そのホース類、パッキン類からも、まあ、漏れが、漏れてしまうことあるんですけれども、 えーまあ、その先ほど言ったですねこうボンネット開けて、えーまあ、その目で見えるとことかで、えー、ホースが破れちゃってて漏れてるとかだったら、まあ、そのホース変えてあげればいいんですけど、えーまあ、例えばエンジンルームもですね結構いろんな部品がこうつい入ってますのでなかなかこう見えづらいとこだったりもありますしまあそれこそですねそのダッシュボードの。 奥側の方とかはですね、脱焦土を取っ払わないともう見れないとこになってくるので、えー、まあそういう見えない部分からもしかして漏れちゃってるっていうことも、えー、可能性としてあります。で、そんな時にですね、これ、あの当社もですね、いろんな、えー、ものを使ってこれがいいぞっていうのを見つけたんですけれども、えー、エアコンのこのガス漏れ剤ですね。 まあえー、漏れ止め剤になるんですけどこれ結構ですね過去の、えー、当社でそのガス漏れの修理してですね、まあ、その検知器とかももちろん使ってみて、えー、その漏れの場所が特定できない場合ですね、まあ、そのガス、えー、漏れ止め剤入れてやってみると、えー、結構明らかにですねガスの減りがこう少なくなるというか。 今まで1シーズン持たなかったのが1シーズン持つようになったとか、えーまあ、その2シーズン目も、えー、まだガスが入ってるとかそういう感じでですね結構実績がある、えー、この漏れ止め剤っていうのを、えー、見つけることができましたはいえー、まあなので、えーまあ、今年の夏ですね あれエアコンちょっと効かないなとか、ちょっと効きが悪いなとか、まあ、完全にぬるいなっていう、えー、方いらっしゃいましたら、ま、ほんあのー、お問い合わせいただければですね、あのー、まあ、そのエアコン修理。 だけでも、えー、全然受けたまわることはできますので、まあ本当ですね、えー、エアコン効かないのは本当にか,かわいそうというか、な、え、ん、ー、とかしてあげたいというふうに、えー、僕自身もやっぱ思うので、はい。えー、まあ今年エアコンで悩まれたらですね、あの、うじっちゃんに一回連絡してみるっていうのを、えー、覚えてもらえればと思いますので、はい。まあ、えー これからですね、まあどんどん暑くなってきますので、はい。まあ車もですね、えー、結構やっぱダメージ食らっちゃうので、まあこう、いたわりながらですね、えジ、ー、クラスの方、乗っていってもらえればと、えー、思いますので、はい。えー、そんな感じでですね、今日の動画は、え以上となります。はい、はい。えー、ということで今日もご視聴ありがとうございます。それでは、マ、まあ、ハロー